JJ コバス製の 125cc レーサー。アレックス・クリビーレが1989年にタイトルを獲得した。JJ コバス、ロータックス 125cc レーサーアントニオ・コバス、マルチネスは、スペイン、バルセロナ出身のグランプリレーサー設計者。コバスは、現在のオートバイの大半が採用するアルミニウム製フレームを初めて設計に取り入れたことで知られる。1980年代初期のレース用オートバイはまだ1950年代に開発された鋼製チューブフレームを使用していた。エンジンとタイヤの技術が進歩したため、フレームにはますますストレスがかかるようになっていた。1982年にコバスは鋼製のバックボーンフレームに変えてより強くて軽いアルミニウム製のツインビームフレームを開発した。この技術は主要オートバイメーカーの大半がコピーし、1990年代に入るとグランプリにおけるすべての主要チームがコバスが創始したアルミニウムフレームを採用するようになった。コバスは1978年に白カスと名付けたレーサーを製作し、それはスペイン国内選手権で成功を収めた。1982年に彼はロータックス製エンジンを搭載したコバスブランドのレーサーを製作した。スペイン人ライダーのシト・ポンスが1982年のフィンランドグランプリで3位入賞、続くチェコスロバキアでも4位に入った。翌年、カルロス・カルダスがコバスのマシンでヨーロッパ選手権 250cc クラスのタイトルを獲得した。1983年、オートバイマニファクチャラーの JJ コバスを設立する。ポンスは1984年シーズンの 250cc クラスにコバスのマシンで参戦、スペイングランプリで初勝利を挙げ、シーズンをランキング4位で終えた。さらに1989年シーズンの 125cc タイトルをアレックス・クリビーレが獲得し、より大きな成功を遂げた。ポンスが1986年シーズン、ホンダのファクトリーチームに移籍すると、コバスも同チームに入り、チーフクルーに就任した。ポンスが1991年に引退し、ポンスレーシングを設立すると、コバスは同チームのテクニカルディレクターとなる。彼の開発したマシンで、アルベルト・プーチとカルロス・チェカが勝利を挙げた。1999年は再び、クリビーレと世界 GP を戦い、この年クリビーレは 500cc のタイトルを獲得した。コバスは2004年に52歳で死去した。ありがとうございます。